写真見せる人選ぶのは写真上達になる鍵になります。はい皆さんこんにちは。写真ガルエです。今日は技術のことを言わないんですけど、技術より最も重要なことを公開します。このことは多分 YouTube 市場に誰も言ってないと思いますので、聞いてる人がラッキーです。ぜひ最後まで聞いてください。今写真撮ったら、大体皆さん SNS アップすることは多いと思います。多分半分以上の人ですね。 SNS のために写真撮っていることが多いんです。ずっと SNS のために写真アップして、自分の写真本当上達できますかっていう質問は皆さん多分そんなに意識してないと思います。実はそんなに上達できないんですよ。今日は撮った写真誰に見せた方がいいかという話ですね。皆さんに色々シェアしたいと思います。これが分かったら必ずあなたの写真ぐーんと上達できると思います。ぜひ耳上げでしっかり聞いてください。 簡単な自己紹介します。私は今自分のスタジオにいます。普段の撮影は人物、ポートレート専門で、芸能人から一般人まで様々な案件を取りながら、フォローな写真家です。YouTube での発信は、写真本来の楽しさ、写真本来の深くまでの理解を皆さんといろいろシェアしたいと思いますので、機材好きな人より写真好きな人を増やしたいので、いろいろ写真本来のことを発信したいので、 ぜひよろしくお願いします。しっかり写真勉強したい、ライティング勉強したい、カメラマンとして生き方と稼ぎ方勉強したい方は、私のライティングコースの内容を見てください。もうすでに2ヶ月後まで全部満員してますので、早もの価値、まず内容を見てからですね。time is money 今、多分半分以上の人は写真撮って SNS アップすることがメインになります。じゃあ考えてみてください。写真アップしたら SNS に誰がいます自分の友達、自分のお母さん、お父さん。 お母さんお父さんの友達。あとは言い方悪いんですけど、面会もない、知らない人が多いんです。そういう人たちが自分一生懸命頑張って撮った写真見せてる感じです。で、もう一回考えてみてください。その時、いいねとコメントどういうタイミングで来るか。トイレの時間。満員電車の通勤時間。あと、寝る前のボケ時間。皆さん、エンターテインメントの時間。飛沫物数の時は SN、SNS、インスタとか X 開いて写真見てる感じですね。 しかも、スワップしながら写真見てますよ。その時は、あ、いいですね、いいね、ナイスフォトーでコメントしてます。そういう軽いタイミングで軽いいいねとコメントは受けても、本当自分の写真大丈夫なのか、自分の写真うまくなってるかどうかは、実は分かってないんですね。それは多分皆さん知ってると思います。知ってるけど、じゃあどうすればいいかわからない状態ですね。困ってますよね。実は自分の写真上達するためには、撮ることは重要だけど、 とっと、あとは、反省することもめちゃめちゃ重要です。この反省は、自分からの反省も重要ですけど、他の人からのアドバイスもめちゃめちゃ重要です。じゃあ、このアドバイスは、誰でもいいんですかというのは、じゃないんです。例えば、さっき言った、面会もない、知らない人とか、自分の友達とか、写真あまり知らないお父さん、お母さんからのアドバイスは、実はそんなに上達にはつながらないんですよ。 じゃあ誰のアドバイスの方が確実に自分の写真にためになるというのは自分が憧れの人この人の作品を見てなんか憧れ感が出てる人この人の言ってることを納得する人この人が好きそういう人たちに写真見せて適切なアドバイスを受けたら多分今までない発想今までない反省点が出てくるのでその反省点とアドバイスを取り組んで次の作品に撮ったら 写真必ず上達になります。えー、SNS アップしなかったら、いいねを分からなかったら、写真撮る意味ないじゃないですかという人が出てくると思います。ちょっと待ってください。皆さん、写真と料理入れ替わって考えてみてください。例えば、今あなたはミシュラン三つ星のシェフだと思ったら、新しい料理挑戦して作ったら、新宿駅で知らない人に配って味見させてることは、そういうやってるシェフいますかいないでしょ。 写真もそうですよ。せっかく新しいアイディアがあって、いろいろ工夫して撮った写真知らない人に見せたり、そうするとどうでもいいのいいねとコメントを受けても反省点にならないんですよ。アドバイスもない。そうすると今のアイディア、今の表現が本当皆さんに伝わってるかどうか、合ってるかどうか、次もっとレベルアップの写真撮りたいときは何を取り込んだ方がいいなのか全然わからないんですよ。意味がないんです。 なぜ私がそういうことをして皆さんにシェアしたいというのは、昔私はこういうことも経験したんですね。いろいろ SNS アップして、うーんー、なんか知らない外人からナイスポートいいねとかもらって、ああ、私の写真すごいですね。いいねいっぱいありますね。で、実際、あの、写真してる方、写真の理解深い方、例えば出版社の編集長とか、あの、すごい方、憧れの方に自分の写真見せたら、全部ダメ出しされたんですね。 わあ、お前の写真大丈夫かとかですね。コんナ撮り方はもっとこういう感じのいい,ない,いでしょうかとか。こういうダメ出しはありがたいんですよ。自分が写真ダメになることとかじゃなくて、次こう撮ればいい。次こういうアドバイスを取り組んで、もっといい写真、もっと深い写真になれる。という適切なアドバイスを受けるんですよ。そういうのは SN、SNS のいいねとコメント、10倍、100倍、1000倍の効果があると思います。もちろん SNS は暇つぶつとして、 全然やってもいいし、逆にやらなくても大丈夫ですよ。自分が撮った写真、自信を持って、自分憧れの人に見てもらう。適切なアドバイスを受ける。そうすると、自分次の作品に取り込む。こういう良い,い循環すれば、どん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 自分の自信は増えて、自分の作品をどんどんレベルアップすることは間違いないんです。 日々私の発信内容を納得したら、私の作品を憧れがもしあったら、私のレビューを受けたいんであれば、私の写真レビューサービス、一回内容を見てみて、加入したいんであれば、入ってみてください。写真レビューサービス入ってる期間に、回数制限なし、撮った写真、私のレビューを聞きたいときは、気にせず、遠慮せず送ってください。そして私が今までの経験を含めて、この写真を見て、アドバイス。 提供します。こんな真面目に写真好きな人に対して、写真好きな人のために写真レビューサービスやってる人は多分日本にはいないと思います。人数限定なので、もしご興味あったら入ってみてください。あとは別に入らなくても、どんどん写真撮ってください。自分憧れの人に見せてください。写真見せる人選ぶのは、写真上達の鍵になります。写真見せる人選ぶのは、写真家のプライドになります。 もし今回の内容好きだったら、いいね、保存、転送、あとチャンネル登録も忘れないでください。じゃあ、また次回。